トマス・ブーリンとされてきた肖像画、ハンス・ホルバインが、例には、オーモンドとだけ記されている。歴史家のデイビッド・スターキーは、この肖像画の人物を、ブーリンの親類で、形相関係にあった第9代オーモンド伯爵、ジェームズ・バトラーだと主張している。トマス・ブーリンは、チューダー朝時代のイングランドの貴族、外交官、帝神、初代ウィルトシャー伯爵、 初代オーモンド伯爵、ヘンリーパスへの二番目のオーヒアン・ブーリンの父、ケント州、ヒーバー・ジョーの上主サワー・ウィリアム・ブーリンの息子として生まれた。母は、アイルランド貴族の第七代オーモンド伯爵トマス・バトラーの娘、レディ・マーガレット・バトラーであった。1499年以前に、第二代のーフォーク公爵トマス・ハワードの娘、レディ・エリザベス・ハワードと結婚した。 学生の間には少なくとも5人の子供があったが、成人したのは、メアリー、アン、ジョージの3人だけである。1501年に宮廷に施行し、ラテン語やフランス語を使いこなす卓越した、言語能力を買われ、外交官となった。1503年、マーガレット王女のスコットランド王ジェームズ4世への、腰入れに随員として参加した。1509年、 ヘンリーパスへの大官式に際してバス勲章を受けた。1511年及び1517年にケント州大官に任じられている。1512年、スペイン領ネーデルラントの女総督、マルガレーテ大公女の宮廷に施設としておもむいた。この際、自身と同じく語学に堪能な娘アンを大公女の宮廷に辞女として出資させることを許された。 1518年から1521年にかけて、フランス駐在大使を務め、1520年6月に行われたヘンリー・パスセイと、フランス王・フランスワは一世の会見を実現させるための交渉を行い、会見にも立ち会った。1521年及び1523年。1523年、ガーター騎士団の騎士に助任される。 1525年6月16日、ロッチフォード子者区の爵位を与えられた。1515 15年、母方の祖父の第7代オーモンド伯爵が男子のないまま死去すると、伯爵位は相続人不在とされた。ブーリンは母からオーモンド伯爵くらいの継承権を受け継いでいると主張した。それに対し、オーモンド伯爵家の男系子孫であるさ、ピアーズ・バトラーも、 白尺くらいの請求者に名乗りを上げた。この競合の解決策として、ブーリンの娘アンとピアーズ・バトラーの息子、ジェームズ・バトラーと結婚させる案も話し合われたが、婚約は実現しなかった。ところが1526年頃、ヘンリー・パッセイオーが、ブーリンの娘アンに関心を寄せ始めると、爵位をめぐる交着状態は一変した。ブーリンは1529年12月8日、 ウィルトシャー伯爵及び、オーモンド伯爵に助せられた。ピアーズ・バトラーは、王の圧力を受けて、請求を取り下げ、代わりに、オソリ伯爵位を受けた。ブーリンは1529年、ヘンリー・パッセイと、王妃キャサリン・オブ・アラゴンの婚姻無効を、実現させるべく、皇帝カール五世及び、教皇クレメンス七世に施設として使わされ、越権を許されている。 1530年には王子少女に任命された。娘のアンは1532年、ペンブルック公爵位を与えられ、翌1533年にヘンリー・パッセイと結婚して王妃となった。しかし1536年、娘アンと息子ジョージは王名により処刑された。ブーリンは子供たちと違って、命は奪われなかったものの、王子少女の地位を失って宮廷から追放され、 失意の晩年を送った。さらに1538年1月22日、相続をめぐって、競合関係にあったピアーズ・バトラーに、オーモンド伯爵位が与えられたことは、ブーリンにさらなる追い打ちをかけた。翌1539年のブーリンの死により、二重に存在していたオーモンド伯爵位は、正式に、バドラー家に帰属した。妻、エリザベス・ハワードとの間の子供のうち、 3人が成人した。トマス・ブーリンは娘アンの成功と破滅の物語に脇役としてしばしば登場する。以下は日本語訳にあたり直接参照していません。ありがとうございます。